日銀はきょう3月の短観企業短期経済観測調査を発表しました大企業製造業の景況感は7年ぶりにマイナス圏に転落新型コロナウイルスの感染拡大を受けて日本経済が急降下していることが浮き彫りとなった形です感染拡大の波は企業心理を急速に冷やしていて自動車や鉄鋼など 大企業製造業の景況感はマイナス8と、12月に実施した前回調査から8ポイント悪化しました。マイナスに転落するのは7年ぶりのことです。米中貿易摩擦の影響を受けて、低迷する製造業にさらなるダメージを与えた形です。また、さらに注目したいのは、日本経済を下支えしていた小売やサービスなどの 非製造業まで悪化したことです。中でも宿泊飲食サービスの景況感はマイナス59と前回の調査から70ポイントも大幅に悪化しました。感染の拡大を受けて訪日外国人が6割近く減少していることが大きく影響しています。三ヶ月前に比べてですね70ポイントも落ちると。 これはまさにコロナ危機、これがまずインバウンドの減少が始ま,始まりで起こって、その次に国内の自粛、この2つのインパクトというのは、まさにホテルとか飲食店にもう集中するんですね、その結果、見たことないぐらい、業況判断が悪化するという結果になっているんだと思いますね。外出自粛要請や東京オリンピックパラリンンピピッッククパラの延期などを受けて 情勢は費用ごとに悪化していて、景気の先右懸念は一層強まっています。